タラベラデラレーナは、スペインカスティーララマンチャ州、トレド県のムニシピオ。女王のタラベラという名は、カタルーニャの自治体であるタラベラと区別するためである。単に、タラベラとも呼ばれる。人口規模においては、カスティーララマンチャ州、第二の都市であり、トレド県内では、最大の人口を持つ。タホ川の広い川岸沿いに、町が形成された。町の中心には、 グランデ島とシャメロ島の二つがある。シャメロ島には地中海性森林の特筆すべき生き残りが見られる。自治体域は北をシエラデ山、ビセンテ山地、南をモンテスデトレド山地に囲まれている。自治体域はタホ川によって二つに分断されている。北部は広く人口が多い。両地区は三つの橋でつながっており、そのうちの一つは、 ローマ時代に建てられたものである。気候は大陸性である。冬は湿気が多く、朝には濃い霧が生じて寒い。夏は全体的に暖かい。一帯は地中海性の森林があり土地はとても肥沃で、ニレ、オリーブ、コルクが生産される。タラベラの名を有名にしているキフェリペ2世が城の壁を覆うタイルとしてタラベラ産のセラミックを用いたことから、 タラベラデラレーナはその名が国際的に知られるようになった。エルエスコリアル修道院にもタラベラ産のセラミックが使用されている。タラベラデラレーナの別名は陶器の町である。一帯には戦士時代の文化の遺跡がある。タホ川の浅瀬にケルト人が村を築いた。古代ローマとケルト人のカルペタノイ人との間の戦いを書き残したキツスリウィウスはアエブラという名で、 タラベラの街を初めて文献上に登場させた。ローマ帝国がヒスパニアを征服した後、ローマ属州ヒスパニアに残った多くのケルト系の名の一つカエサロブリガとして知られた。名前からは多くの非防衛都市へ張り巡らされた防衛が暗示される。カエサロブリガは3世紀から4世紀には農業、西号東国時代、タラベラでラレーナはそのケルトイベリア語の名の変化。 エルボーラ、またはエボラから改名した。現在の名はタラバエラから派生した。これはこの西ゴー名をムーア人が変えたものである。町は713年にイスラム教徒の手に落ちたが、1083年にカスティーリアアルフォンソロクセイ軍によって再征服された。タラベラに残るムーア人の城壁タラベラデラレーナはアルベルチェ川とタホカーの合流地点に作られた。 大いに富んだ環境を持つ、この地域が古代の遺跡の大半を作ったケルト人の定住地であった。ローマ帝国時代、死の名はカエサロブリガといった。紀元前182年、クイント・フルイオフラコが市を征服した。死は定期的に金を納める都市として、ルシタニア族州の一部となった。そしてエメリタ・アグスタ氏の合法的な修道院内に含まれる。 拡張された地帯の中心地であった。反ローマ反乱の首謀者ウィリアトゥスは、紀元前145年から139年まで、この領土内で暮らしていた。この時代、カエサロブリガは、牛の市場と交易が行われる裕福な都市だった。キリスト教家は早くにカエサロブリガで行われ、ローマ帝国衰退後には、西ゴート族がこの都市を掌握した。西五島は、 タラベラデラレーナをアクイスまたはアイブラと呼んだ。紀元602年、西郷とーリューバ二世は替え送り物をした。今日までタラベラデラレーナのキリスト教徒の象徴となっている。聖母マリアの彫像である。女神セネスを称え、カエサロブリガのローマ人らはマイハルモンダスという祭りを祝った。これは現在も聖母マリアの祭りとなって続いている。 エルサルバドール教会にあるモサラベオ式のアプスイスラム教徒がタラベラデラレーナを征服したのは712年であった。彼らは新しい城壁と城を築いた。彼らは噴水、水車を使う製粉場、アフリカやアジアからの新たな品物ももたらした。その肥えた土壌は品質の高い野菜、果物、そして家畜用の牧草を生み出した。 タラベラデラレーナの史上は新しく協力となり、そして、キリスト教とイスラム教とユダヤ教とが混在して、数世紀にわたって共存した。メディナール・タラバイラは、イベリア半島内の大破諸国の異なる戦争に参加し、コルドバ大使国、バダホスと同盟していた。タラベラデラレーナは、大使国の首都であった。死が11世紀に、 カスティーリアをアルフォンソ六世に再征服された後、中世スペインの重要な貿易中心地であった。カスティーリアを3朝4世は、タラベラの町へ、毎年2回の王立市場を開催する特権を与えた。タラベラデラレーナを流れるた。他は15世紀と16世紀のタラベラデラレーナは、陶器製造によって広く知られることとなった。素晴らしい陶器とタラベラ製タイルが、 世界中の博物館に展示され、ヨーロッパ中の豪奢な宮殿でも見ることができる。タラベラ・デラレーナの出身者には、南アフリカの征服者である、フランシスコ・デ・アギーレ、フアン・デ・オレジャナ、ホフレン・デ・ロアイソなどがいる。その他にも、イサベル一世への次返しエルナンド・デ・タラベラ、そして海軍帝督フランシスコ・ベルドゥゴがいる。16世紀初めには、 スペイン文学の最重要の劇作であるラセレスティーナが刊行された。17世紀はタラベラの芸術文化の黄金期であり、重要人物としてスペイン史の父とされるフアンデ・マリアナがいる。マリアナは歴史、法律、政治に関する著作を書き、フランスの革命論理においても重要な人物であった。1700年11月にカルロス2世が死去し、 二つの強国がスペイン王位をめぐって争った。タラベラは、後にフェリペ5世として即位することになる、フランスのオスアンジュー,ーフィリップを支持した。1750年、王はタラベラに王立守備工場を作った。そこでは4000人ほどの人々が働いた。ナポレオン軍に対する独立戦争がタラベラで大きく重要であった。 1809年の7月27日から7月28日、タラベラの戦いが、イギリススペイン連合軍、フランス軍との間で起きた。この戦いで、街はひどく破壊されたが、サー・アーサー・ウェルズリー率いるイギリススペイン連合軍は、タラベラから、フランス軍を追い出した。タラベラは20世紀初頭に、都市の規模を拡大させた。鉄道が新たな投資機会をもたらした。 1931年、スペインは共和制となった。タラベラはその名をタラベラデルタホと改名した。1936年7月18日に保守派が挙兵してスペイン内戦が勃発すると、左派はタラベラで恐怖政治を指揮市民を殺害した。9月3日に保守派がタラベラを奪取すると、再度恐怖政治がなされ、この時は共産主義者と、 社会主義者が犠牲となった。内戦中には人民戦線側の爆撃によって街が破壊された。フランシスコ・フランコ独裁下でタラベラデラ・レーナでは大規模灌漑地帯が作られるなど復興計画がなされた。二つの自治体、タラベラ・ラヌエバとアルベルチェ、デル・カウディジョができた。1960年代にはベビーブーム、さらには 近郊の町村やエストレマドゥーラ州の貧しい地域からやってきた移住者の流入で人口が増加した。トリニダー広場1975年にフランコが死去し、スペインは民主化に向けて歩み始めた。1979年に就任したタラベラ初の民主的な市長はタラベラ県を作ろうとしたが、この構想は実現しなかった。次の市長、社会党出身のパブロテリオは、 アラメダ公園といった大規模計画を起こした。典型的なタラベラの伝統衣装を着た少女たち1980年代末には都市発展が限界であるとする空気がタラベラを包み込んだ。1989年にはノソトロスタラベラという集団が大学キャンパスの創設やその他の計画のために活動を開始した。 1994年にはカスティーリャラマンチャ大学タラベラキャンパスで授業が開始された。タラベラデラレーナはトレド県で最も躍動的な都市であり、若年層人口が多い。マドリード・トリスボンをつなぐ未来の高速鉄道はタラベラデラレーナを通過するとされる。ありがとうございます。